皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはコロナが暴いたものは真の心の欲求、50過ぎて一番やりたいことに気づき動く時の心構えということについてお話をしてみたいと思います。今日の話はどちらかっていうと、ノウハウ系というよりは、マインド系のお話で、かつ私自身が、いろんな方を見てきて感じていることと、自分自身も、同時に感じていることっていうことを中心に今日はお話をしてみたいと思います。コロナ、この動画を撮ってるのがちょうどコロナが発生して2月終わり3月だったとして、3、4、5、6、7、8、9、約7ヶ月経った時に動画を撮ってるわけなんですけれども、今回お話しするお話は、コロナに限らずですね、何かこう大きな環境の変化があった時、それも自分が望む形でない環境の変化、天変地異、災害とか、大きなところだとそんな感じですね。あとは家庭環境的に言うと、家族の状態が変わるとか、例えば急に介護が必要になるとか、お子さんのことで急に何かしなくてはいけなくなるとか、そういった環境が変わる時とかでも全く同じ、考え方をすることができるわけなんですけれども、特に今回の場合には社会とかそういったこう外的な環境で、強制リセットないしは変えさせられなくてはいけないような状態になった時に、どういう気持ちになって、そしてその気持ちをどう受け入れて、活動行動していったらいいのかっていうことを結構悩んだり考えたりする方が多いなっていうふうに思ったので、今日はそんなお話を伝えてみたいと思います。まずですね、50っていう年齢なんですけど、40歳代っていうのは私自身も独立をした時なので、非常にこう変化に富んだ、変化が大きい時期でもあるんですね。で、その方たちがいろいろもがいたり動いたりして、50を迎えて、であともうね、一頑張り10年20年、50で一頑張りして60です、20年頑張ったら70みたいな感じで、今女性の、平均年齢も84ぐらいまで生きるっていうことになってるので、まだまだ折り返し地点もうちょっと終わったぐらいな感じが50なんでしょうかね。で、私も、この動画を撮ってる時は51なわけなんですけれども、まさしくその50代を、過ごしている状態です。ただ私の場合には20、30、40、50と年を重ねるごとに、やれることが増えていって、できることが増えていって、収入を稼ぐこともできていって、時間を自由に使えることもできて、今はちょっと動きにくいですけども、どこかに行くとか誰かと会うとか、本当にそういう自由が増えてきているなっていうのは感じている感じなんですね。だから年を取ることへの恐怖とか、制限がかかるとか残念な気持ちになるっていうことはこれっぽっちもなくて、むしろやれることが広がった、例えば49で始めたのがサックスなんですけど、ことのほか面白くてですね、大人になってからの楽器って概念とかがあんまりないから、なんていうんですか、例えばね、いろんなものをパーツをつけるとか買い替えるとかっていうのも親のこう許可を得ないで自分で勝手にできちゃったりとかするから楽しいなとかね、そういう制限が外れる状態、自由な状態っていうのがやっぱり50だなと思うんですよね。あと式っていうほど物騒な話じゃないんですけど、いろんなね、家庭環境が変わったりとか、ご自身の体力の衰えとかを感じる時期もあるかもしれません。私自身はそんなに体力の衰えは感じてないんですけどね、むしろジムで鍛えたりとかっていうことをさらに勤しんで頑張る時期みたいな状態になってるんですけれども、人それぞれでこういろいろと動いていく状態が変わる中で、特に
例えば人間とかも生命の危機を感じるとですね、何かこうすればよかったとか、ああすればよかったとか、そういう後悔とかをね、しちゃったりするようなケースとかあると思うんですよ。そんな時におそらく、その自分の人生、あとね、10年、20年、30年だった時に、本当に何をやりたいんだろうっていうことを、女性もそうだし、まあ男性はそうね、会社とかに行っちゃってるとそんなこと考えてる場合じゃないみたいな状態になって、あんまり考えにくいのかもしれないんですけど、女の人はそういうのを、まあ、子育てもしながら自分に内観して向かい合う機会が増えると思うので、まあたまたまなのかもしれないですけれども。まあ、離婚の話が今結構聞くケース多いですね。私がこうセミナーねやっていても、今度離婚することになりましてとか、ますます本当に稼がなきゃみたいな話はよくある話なんで、離婚がいい悪い是非は別に私ここで伝えるつもりはないんですけれども、基本的にはですね、自分が好きな人生を選ぶ上で正解も不正解もなくて、で、その人がそうしたいと思ったらそれが正解っていうことになります。折り合いとかつける必要はもしかしたらあるかもしれないですけど、旦那さんがこう思う人生、奥さんがこう思う人生、これがどうやって話し合って折り合いがつかなければ、まあ、当然それは別れて違う人生をお互いに暮らす方が幸せになるケースとかもあると思うんですよね。だからこの時期において、例えば自分が本当にやりたいこととか行きたい人生気づいちゃったら、そっち行った方がいいと思っているんです。それが、たとえ今から起業することだったとしてもです。離婚問題云々とかそういう話だけじゃなくて、起業して誰かの役に立って、そしてちゃんとお金も稼いでっていう、そのサイクルを回したいって思うのであれば、それは全然50代とか、場合によっては60代でも学ぶ気があれば全く問題ないなって思ってるのが私の基本的な考え方です。で、何かこういう大きな事態が起こった時って、自分の人生を見つめ直したりとか、あとはその2つのね考え方をする人に分かれたりするケースが多いんですよ。で、まあ、事例でですね、まあ、全部をご紹介すると、非常に長くなってしまうので、本でですね、仮想空間シフトっていう、まあ、本を書いた、誰だ、山口周さんっていうのかな、山口さん、作家のね、山口さんの、まあ、本からですね、ちょっと抜粋をしてお話をするんですけど、1973年にアイスランド沖の、ヘイマエイ島で突然火山の噴火が起きたっていう、ね、ことがあったらしいですよ。で、その時に島の住民はほとんど無事に救出されたんだけれども、その後噴火は5ヶ月にわたって続いて、島民の3分の1が家屋を失うことになったと。で、火砕流に、溶岩流に飲み込まれたり、あと、火山礫や火山灰に埋もれるとして、ことなどして、失われた、ね、家屋を再建するには莫大な費用がかかると。で、家屋を失った人たちは今度新しい生活を、まあ、しなきゃいけないっていうことになるわけですよね。で、その噴火によって家を失った人と、まあ、失ってない人っていうことにおいては、能力の良し悪しとかではなくて、単にそこにその災害が訪れたか訪れないかだけの話になるので、まあ、運不運っていうよりは、まあ、そこにその家があったかなかったかっていうだけの話になります。で、その補助金とかがその後出たらしいんですけれども、その時に2つ選択することがあって、その島を出てですね、まあ、漁業っていうことでやっていた先祖、伝来の仕事を捨てて、まあ、別の生き方、違う島に移って、違う人生を生きることを選んだ人と、まあ、そこに残ってまた再建してやった人っていうふうに、その後別れたらしいんですよね。
で、その時にですね、事象としては短期的な不幸が、要は火山の爆発っていう不幸が訪れたわけなんですけれども、家を失った人と、失わなかった人がいるにしても、補助金が下りて、でそれで次の人生を送る資金がそこにあるんですよね。だから島に留まっても構わないし、新しいところに行っても構わないです。で、どっちがいいかっていうのはその時のその人たちには分からなかったと思うんですが、統計をその後取ってるらしいんですよ、その本によるとね。でその統計を取った時に、島を捨てて新しい島に行った人たちの方が、漁業、そこの島に残って漁業を同じように続けた人たちよりもはるかに豊かになって、はるかに自由が利く、いろんな選択をできる人生を送ることができたみたいな、そういう、二極化をしたっていうエピソードが、書かれているんですよね。ですから、その島に残った人たちっていうのは、日常性の回復を求めてそこに留まることを選んでるわけなんですけれども、そのカオスな状態、大混乱の中で新しいところに行くっていう選択をした人たちの方が、最終的には、経済的にも、いろんな意味で豊かな生活を送ることができたっていう、そのことを考えた時にですね、結局噴火っていう、そのある事象っていうのは、その噴火前の人生じゃなくて、噴火した後どういう人生を選ぶかっていうことによって、人生が変わるという話なんですよね。ですから、どういう未来をそこで選択をするかっていうことで、その過去の記憶、例えばその噴火っていうのは忌まわしいもので、辛く悲しいものっていうふうになるのか、噴火によって逆に素晴らしい人生を送ることができたっていうふうに終わるのか、それは未来によって過去は変えられるっていう、そういう話が書かれていてですね。未来から過去を作るっていう話を私たまにするんですけど、同じような感覚だなと思ってその本を読んでいたんですけれどもね。で、これは今現在もその、なんていうんですかね、教師の先生業とかの方と私は話す機会が多いので、よくお話しするんですけども、私は割ともうコロナっていうことで、今はオフライン無理だよねってことになった時にオンラインにすぐに切り替えて、で、もちろん今もオンラインを推し進めています。で、しばらくして、オフラインが一定的に戻ってくる時期が来たら、もちろんもともとはオフラインも好きなので、オフラインやるんですけれども、それがいつなのかがわからない状態においては、今やれることでやっていくしかないので、シフトしちゃう方がいいわけですよね。だけれども、一定数の方は、このコロナはあとどれぐらいで終わるかもしれない、だから今オンライン自分も苦手だし、やらないでその終わることにかけようっていうタイプの、先生もいらっしゃるんですけれども、その元の生活には戻らないということを理解できるかどうかっていうことですね。世の中はやっぱり新しい世界に変わってしまったので、それを受け入れて順応して生きていかなくてはいけないんですよね。だから、例えば仮に対面でできるように戻ったとしても、オンラインをその時必死にやってた人はオンラインも対面もできるんですよ。だけれども、対面に戻ることを必死にやっててオンライン勉強しなかった人は、その時にオンラインもっと進んでたら、ますます集客とか、ビジネスが辛くなっていくっていう選択を、起こった事象は一緒なのに、選択をした選択肢が変わると未来がやっぱり変わっちゃう。で、過去のじゃコロナっていう出来事が忌まわしいものになるのか、コロナによって新しい転機を迎えることができたのかっていう、一つのそういう違いを過去にも生んでしまうことになりますね。で、じゃあ私自身はどうなんですかって言ったら、もともとオンラインはいずれ流行っていくだろうと思っているから、オンライン化ができるような準備っていうのは、数年前からやっていて、
ただ個人的に人と会って対面の熱量を伝える方が好きだから、まあ、そちらを選択は多くしてきて、でもオンラインも全国展開する上では必要だよねって思ってたので、オンラインもやってたからシフトチェンジするのはそんなに難しいことではなかったんですよね。ですからコロナは確かにたくさんの人にいろんな大きな打撃を与えてるし、私自身のもちろん生活もかなり変えることになりましたけれども、それは、まあ、ピンチはチャンスっていう言葉をよく使うんですけれども、その事象をどう捉えて、どう動いていって、どう活動するかを決めるのは、まあ、その方自身なんですよね。だから不幸の中に嘆いて、どんどん集客ができなくなる、人が減っていくっていうふうに嘆いてそこで止まっているのか、今できることは何なのか、どういう状態なら、ビジネスは存続できるのか、アイデアを出して出して動いて動いてって言ってる人は、まあもう問題なく動けてますし、あと逆に全ての経済が確かに打撃は受けてるけれども、逆に必要とされる、ビジネスとかサービスも新しくやっぱりいっぱい生まれてるんですよね。だからそれを、いち早く見つけてそちらにシフトし動く、まあ、さっきの火山が起きた島の人たちで外の世界に出て漁業をやめたことによって、その人たちは違った新しい世界を手に入れることができたっていう感じなんですね。なので、その50代っていうのはちょうどその時期に当たった人たちにおいては、自分の人生の残りっていう時間を考える時間でもあり、そういった環境が変わるっていう、まあ、非常に大激変、私ももちろん50ですけれども、激変するこの時代において頼りになるのは自分の本心、真の欲求です。世間体とか、誰かに言われたこととか、こんなこと言うと嫌われるかもとか、こんなこと言うと旦那と子供に申し訳ないとか、怒られるとか、誰かに何かを言われるとか、そういった環境と状況を一切取り払って、本当にやりたいことを素直に欲求に従ってやるっていうのが、なんかこの時代の新しい人生の生き方なんじゃないのかなっていうのを本当にすごく感じています。だからある意味、自分の居心地の悪い場所は選択しなければいいと思っていて、人によってはもちろんそれをわがままだっていう人もいるし、石の上にも3年とかいうね言葉もありますから、確かにワンサイクル3年ぐらいは本当は見た方がいいのかもしれませんけれども、世の中はどんどん変わっていくので、昔の3年のサイクル、今1年か下手すれば半年サイクルかもしれないんですね。だからそこに長くいた方がいいっていう価値観は昔の人の価値観である可能性があって、ワクワクして楽しく仕事しちゃってたら3年経っちゃったみたいな、多分そんな感じがいいのかなと思います。だから肩書きとか変わっていく人も当然多くこの時期に出てくると思うし、それ自身が別に悪いこととして認識もしていないから、フラットに自分が本当に今どういうふうに生きたいのかっていうことを素直に表現していい時代が、逆にコロナによって暴かれたというか、言えるようになったんじゃないのかなって思ってるので、そういう意味ではいいきっかけだったんじゃないのかなと思うんですよね。制限されたからこそ、その中で見える本当は本当で自分でどうしたいのかっていうのが見えたのが今回の出来事だったんじゃないかなと思います。で、教室業においては、開業したい人も増えていますし、廃業になるかもしれないって言ってもう一頑張りしたいと思うタイプの人と、もうダメだなと思って諦めるタイプの人に二極化してくると思います。だけれども、現状維持は衰退なんですね、基本的に。回転をかけ続けて原動力を推進し続けて初めて
前に進むっていうことができるので、まあ、変化にやっぱり対応するっていうことがどうしても必要になってくる上で、勇気が出ない方に関して言えば、特に50代は、まあ、ただ一つです。やりたいようにやりなさいみたいな感じです。はい。後悔しない人生が一番いいと思います。だから世間体とか妻である立場とか考えすぎると自分の人生悲しくなります。一度しかない人生ですからね。好きなように動いて、もしかしてそれによって傷つける人も出てくるかもしれません。それでもその傷つける心も全部引き受けて、自分が進みたいように進むっていうのがこの時代のある意味正しい生き方なんじゃないかなと私は思っております。これはもう個人的な感想なんで、誰に何をどうしろっていうことを言ってるんじゃなくて、今日はどちらかというとマインド系のお話をしているので、共感できる人は共感していただいて、いや、そんなに共感できないよっていう人はそれで構いませんので、そういう感覚があるっていうことをちょっと急に伝えたくなったんで動画を撮ってみました。で、まとめますと、コロナが暴いたものは真の心の欲求、50過ぎて一番やりたいことに気づき動く時の心構えは、後悔しない人生を送るために自分の本心に耳を傾けるということになります。ちょっとね、それこそ心に耳を傾けてご自身のやりたいことを確認してみていただければと思います。それでは。